しいけど美味しいですよね、くら寿司は。くら寿司か、くら寿司嬉しいですよ、くら寿司。はい、ツイッター、本当にツイッターで言ってる、ツイッターで言ってたら含めに通知が来てないのかな、そういうこと、本当にツイッターで言ってる、え、嘘、どこ嘘、クトメに通知来てない、え、なんでだろう、くら寿司って言ってる、本当に届いてない、切ない、あ、本当だ、見たあった、3人でくら寿司か、くら寿司をクトメ食べられるんだから、あのレディーディオールでお願いしますって言ったんですけど、レディーディオールのレディディオールでお願いしますって言ったんですけど、はい、嘘ですよ、全然そんなにいらないです、ありがたいです、出演させていただけることが嬉しい、まあ、くら寿司は楽しみです、でもももちゃんに伝えといてください、私はくら寿司よりスシロー派ですってお伝え願います、スシローの方が好きです、はい、なのであのスシローでお願いしますって皆さんの力で伝えといてください、私くら寿司よりスシローが好きです、スシローのね赤エビが美味しいんです、赤エビが、私いつもあれ赤エビ8皿ぐらい食べます、はい、でも全然なんか全然お願いしてって書いてたけどありがたいんですね、はい、ありがたいです、出させていただけるから2度目なんですよね、意外ともう入った、本当に入ったばっかりの、もうよちよち歩きもできないぐらいのレベルの時に一度ももちゃんとセリカさんと出演させてもらったことがありまして、はい、懐かしいですね、シブパラ初めてのラジオでした、多分、いやー懐かしい、もうあの時はね、まだコロナとかなくって、あの観覧とか普通にもう結構いっぱいあって、あのもうめちゃくちゃあの時は入ったばっかりで、もう人がたくさん見られてるのがもう緊張しすぎて、はい、本当に緊張してて、あの時はもう、あの落ち着いて座ってるだけでももうブルブル震えるぐらい緊張してて、まあそれよりかは成長してるといいなって思います、観覧あるみたいなんで、はい、ぜひあの暇な方は見に来ていただけると嬉しいです、でもあの普通にね聞けるのも聞けるので、あの全然どちらもどちらの楽しみ方もあると思うので、まあでも時間が空いてるよって方、まあ、姿ぐらい見てやってもいいかぐらいの気持ちで来てくださると嬉しいです、懐かしいねあの頃ね、本当に子供だったね、まあ今も子供なんだけどさ、お暇な方、お暇な方はね18時ですよね、18時、お仕事終わりに渋谷ですよね、渋谷、それは渋谷か、だって渋パラだもんめちゃくちゃ頭悪い人みたいになった、そうです渋谷なので、はい、それであの昨日と本日、そうですね、あのキスバイエイトのライブパート、昨日はお昼公演でゲスト、夜公演でお手伝い、今日は、今日はですね、お昼公演、夜公演はお手伝いメンバーとして出演させていただきました、夜公演はライブパートのみで、はい、ありがとうございます、はい、ゲストのところはですね、あのお稽古、その通し稽古みたいなところで、いつもゲストパートのところをあの私が代役みたいな感じで毎回入らせていただいてたので、まあ、みんなより数倍練習させていただく機会が多かったので、本番は本当に尺ぴったりというか、あのあんな綺麗にすっぽりあの音楽の間に言えたことがすごく良かったです、はい、ゲスト、はい、でもまだ見に行けてない方とか、これからもね、明日からも舞台は続くので、まだ見てないよって方にはちょっとネタバレになっちゃうので、あんまり深くは掘り下げずおしゃべりするんですけれども、そんな感じで、はい、もう結構ね、あそこはベテラン、あのなんて呼ばれてたっけな、プロ、プロって呼ばれてました、スタッフさんにはお姉さんのプロって呼ばれてたので、はい、まあ、みんなより少し練習させていただく機会が多かったのでね、上手にできて当たり前っていうレベルだったのでよかったです、本当に上手にできて、で前座はですね、昨日は真白さんと隣のバナナ、本日はルンバさんと狼とプライドをやらせていただきました、あと前説と
後説ですね。はい、おしゃべりさせていただきました。いや、なんか私去年のマジムリ学園のライブの時、ライブじゃないや、舞台の時のライブパートってもうほんと震えるぐらい緊張してて、もうでも出る曲は今より今回やってる曲よりも全然少なくって、いや少ないことないか、でも去年ちょっとどんな背取りだったか覚えてない、ヘナチョコとか制服の羽をやった記憶があるんですけど、はい、でも今回は毎公演毎公演背取りが変わるんですね。はい、なので結構メンバー同士で「何だったっけ瀬戸リー」みたいな、結構楽屋ではそう言い合う会話が飛び交ってるレベルで結構ストーリーがね変わるんですけれども、昨日とはまあ打って変わってですね、打って変わってなのか、昨日だって成功と手とかなかったですもんね。もう本当にでも去年はそんなに少なかったのにもうブルブル震えるぐらい本当に緊張してて、でもなんか今回は緊張は確かにします、ちゃんとしたこう悪い意味じゃなくて、でもなんか楽しめるようになりましたね純粋に。はい、もう楽しいですライブって、なんか見渡す余裕ができたというか、まあでも全然調子乗れるレベルじゃないんですけど、まあ少しずつ、まあ以前よりかは、まあやっぱ同じ劇場で同じぐらいの時期にやってるっていうのもあって、すごく去年と比較できる部分が多いので、なのでね余計に感じましたねそれは。まあでも緊張しますし全然間違えちゃいますし、なんかね今日同じところ間違えちゃったんだよね、本当に今日本当に同じところを間違えちゃったんですよ。はい、これマジで反省、しかも間違えたっていう顔をしちゃうんですよ。多分これ撮影タイムの曲かな、あ撮影タイムだったっけな、うわ撮影タイムじゃないな、違うわ、好きだ好きだ好きだなんですけど、その気持ちオープンにしてしまおう、ここなんですけど、これ3回やらなきゃいけないところ、私は前回リッセンさんのポジに入って8の日の時にやった時にこれ確かね2回で終わらせるんだったっけな、だからなんか癖でレッスンの時はできたのに、なんかほんまにいつもなんか2回で終わらせちゃって、なんか顔で間違えたって顔をやっちゃったんですよね。よくない、これマジで反省してて、なのでそれぐらい自分の間違いをちゃんと覚えてるレベルには成長できたみたいです。もう前なんてどこが間違えたか分かんないレベルで緊張してたので、まあ間違えることが本当もう論外なんですけど、はい、いや違うんです、紛らわしいやつは違うんです、違うんです、甘やかしちゃダメです、甘やかしちゃダメです、私のこと間違えるのもダメだし顔に出すのもダメだし、そう全部ダメなんですよ反省します、間違えてもドヤ顔頑張ります、ドヤ顔ね、ドヤ顔ちょっとむずいけど、そうでも撮影タイムが今回はね結構何曲かあって、今日の夜公演だと天の弱バットとか、いやー天の弱バット私初めて披露させていただきたんですけど、いやー難しかったですね意外と、はい、今日のセトリ何だったっけ、あアドレナリンが昼公演か、いやん意外となんかもう怖い、なんか怖い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 、もう喋ってるうちに来週のセトリとかなんかもう行っちゃいそうで怖いよ、福留バカだからな、あ、怪我死んだ、昼公演は汚れてる真実を披露させていただきました、はい、そうですね、はい、狼とプライドって本当に可愛い、あなたが散れたいお行儀良すぎるわ、私の狼さんはなんてか臆病をね、あなたが散れたいお行儀良すぎるわ、羊を前にしても襲わない、はい以上です、あまだあるんですけど続きは、でも普通にこの曲が好きになりました、めちゃくちゃ、いやよくないです、ネタバレよくない、絶対ダメ、はい、ハートありがとうございます、いやでもなんか楽しいですねライブって、はい、楽しいです、でも本当に来週平日の瀬取りも
もちろん平日は私は出ないんですけど、なんていうんですか、来週の瀬取りも本当に打って変わってというか結構変わるんですよね。まあ、絶対言わないですけど意外と変わるんで、来週も見に来るよって方はぜひ来てください。あと当日券が売ってたり、配信もあるのかな、来週は確かそんな気がします。なのでぜひ一回と言わず、もう本当に毎公演毎公演全然違うと思うので、はい、やっぱ舞台ってね、で生でお芝居してるじゃないですか、だからやっぱりその日その日で全然違うと思うんですよ。だからはい、すごい素敵だと思います。何回見ても、はい、ハートたくさんありがとうございます。今21日配信ありますよね。パラビさんでしたっけ、嬉しい。なのでぜひそこでも見てくださると嬉しいです。はい、あ、髪の毛は、いや明るくしてないですよ。なんかいやこれは明るくは最近の中で多分一番暗いと思います、今が。でもなんかうち暗いんよね、ここ。明るく、あ、わかんないね、これじゃちょっと、いや、眩しい、ないわ。まあ茶色は茶色ですけど、でも一番暗いと思います、ここ最近の中では。なんかでも全然染めはしましたけど、でもなんかもっと茶色っていう茶色にしてみたいんですけど、でも私どう頑張っても赤茶色になっちゃう髪質なんで、赤最近変えてもらって、なんかオリーブ系だっけ、オリーブ系の色をなんか入れてもらって、なんかだいぶ赤色が抜けましたね。いや私次元真っ黒ですよ、めちゃくちゃ黒い、めちゃくちゃ暗いです私髪の毛の色。でも徐々に茶色くしてきましたね今日まで。赤ちゃんじゃないです、まあ赤ちゃんですけど、赤茶色ですね、赤ちゃん。なんかオリーブ系を入れたって言われたんだけど、なんか赤いよね普通に、赤茶色って言われれば赤茶色じゃない、違う。でもなんか見てここ縮毛矯正をねしたところがその色が入りにくいっていうらしいんだけど、なんかそれがね本当にはっきりわかるんだよね、なんか今わかんないけど。そうチームメイトって最強すぎませんか、唐突最強です、はい、かなり唐突ですが最強です、それは異言はありません、はい。でも気に入ってます、でもなんかもう黒くしようかなって思ってるレベルで、黒の方が似合う気がしてきたんですよね私。うん、でもそんなことないよっていう人と黒がいいっていう人と二択なんですよ本当に、綺麗に分かれるぐらい。あでもメンバーには茶色の方がいいって言われるかな、いやそもそもそんな聞いたことがないわ。どっちも似合うってことで、優しいね、優しいね。まあでも難しいよね本当に、人によると思う。いっそ派手髪、いやー派手髪は似合わない気がしますね、はい、マジで似合わないと思う。あとピンクとか絶対似合わないと思う。でもピンクブラウンにしたいと思ってる、ピンクブラウンにはしたいと思ってるけどピンクにはしません。え自分ではどっちか、どっちもあんまりなんですよね。なんか茶色がいいなって思う時もあれば黒がいいなって思う時もあるし、日によってあの気持ちが全然違う。でもブリーチは絶対したくないので、だからなんかブリーチしたら髪の毛溶けるってあの美容師さんに言われたので絶対ブリーチはしないです、できない。だから派手色できない派手な髪色できないですね、どう頑張っても。そうだからあんまり、あミルクティーベージュみたいな色にもしてみたいけど、でもあれもねブリーチしなきゃいけないみたいで、うん、派手髪はね似合わない。なんか顔が地味顔だからさ、でも地味顔に派手髪って多分似合わないよね。太めの顔ってだってさ彫りが深いとかそういうわけじゃないから、なんか派手髪ってどっちかっていうと彫り深い人とか濃い顔の人の方が似合う気がする。てか太め本当に似合わないんだよね、絶対似合わないと思う。だってこんな日本人形みたいな顔してんだよ、え絶対無理だよ
日本人形はダメだね。日本人形はなピアスは開けないですね。ピアスは痛そうだから。いや開けようと思ったのよ、何度も開けようと思って病院まで調べたんだけど、いや、 やっぱ開けなくていいやっていう結論に至っちゃうんですよね。でもなんかなんで開けようかって思ったっていうと、イヤリングってさなんかさずっとつけてたら痛いじゃん。でもなんか透明な、なんかね透明な、なんかあんま痛くないイヤリングでやって、だからもうピアスはいいやって思っちゃったピアスは開けない。でもまあ自分が開けたくなったら開けるんで、全然はい気ままに生きてるので。派手髪しないって言ってても急に派手髪するかもしれないし、明日になったらピアスが5つ開いてるかもしれないし、まあ、それは自分のさじ加減で生きていきますはい、まあ、だから開けたら報告しますね。あ、みなみちゃんと仲いいですよ。みなみちゃんね、みなみちゃん本当に可愛い。みなみちゃん今度一緒にスペースやりたいです、ツイッターの。みなみちゃんは本当に優しくって面白くって、うん、大好きなんですよね。みなみちゃん、みなみちゃん大好きなんですよ、本当に可愛い。この間も昨日か昨日見に来てくださって、キスバイエイト、しかも片目がお手伝いの時に来てくれて、私も途中までは座席で見てたんですよ舞台を。ボックス席でみなみちゃんがいるところで一緒に見てました。みなみちゃん可愛かった。そう、私も見てましたよ、ボックス席で。もしかしたら近くにいらっしゃったファンの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、みなみちゃんとはチーム B ですごく仲良くなりましたね。チーム B、 あ、でもチーム、あ、やっぱ B ですね。 B で仲良くなった。でもずっと仲良くなりたいと思ってたんです。あ、そう、2階です。途中まで見てました、昨日の夜公演かな。うん、夜公演そんな感じで。いや、 B の前はねあんまり交流なかったわ。喋る機会がまずなくって、 B になってお話しするようになって、それですっごいスピードで仲良くなって今に至ります。もう遊びたいですねってお話ししてます。はい、みなみちゃん、あ、俺よりいい席でかい。え、なんかボックス席はなんか4つ席があるところ、え、あ、わかるかな、わかるかな、わかる人にはわかると思うけど、すごいなんか今日たくさんツイートしてリプとか送ったりしたから、ツイッターのツイートがすごい嬉しいけど、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、なんかこの撮ってもらった写真を見るのがすごく好きです。写真なんかすごい、私なんか表情がうるさいですね。あ、そう、昨日前座で自己紹介忘れてた。今日気づいたの。今日、あそこそういえば自己紹介するんだったって昨日は気づかなかったの。今日の前座の音を聞いて、お、忘れてたってなってしまったんですよね。ごめんなさい、お許しください。そう、皆さんが撮ってくださる写真がね、でもこんな笑顔で踊ってるんですね私って。はい、嬉しいです、本当に嬉しい。うん、え、てかもう10時8分早いね、時間って早い。うん、笑顔可愛い。それ今日ひなこにも言われた。ありがとう。あ、タワーありがとうございます。ちょっと待って。ちょっと。あれ待って。
よし。よいしょ。あ、昨日のボックス席、そう、ひなこと2人で見てました昨日。あ、あとひだやさんもいた。岸健さん、しんべえと舞台お疲れ様。しぶばら楽しみ、ありがとう。待ってるね。しぶばら観覧待ってます。岸健さん、うわ、なんかこれ書く感覚が懐かしい。もはや岸健さん、なんだろうこれは。え、アイスクリームですか。アイス、アイスくれたの嬉しい。アイスクリームありがとう。なんかこれ差し入れもらったみたいだね。アイスクリームありがとう。え、そういうことだよね、だってアイスクリームありがとうだよね。アイスクリームありがとう。なんか差し入れもらったみたいになっちゃうけど、ありがとう。アイスクリーム、よいしょ、よいしょ、よいしょ。でも今月はまだまだお話し会もありますし、なんだっけ、あ、来週もだってまだ舞台もありますし、たくさんまだまだ楽しいことがいっぱいありますね。はい、来た。ちょっと待って、これなんかちょっと上汚いね、ごめんね、許して、大好きだから許してありがとう。ありがとうございます。クライスの絵かわいい。撮れたかな、撮れた。ありがとう。違うの、こっちがありがとうなの。ありがとうねありがとうございます。嬉しい、嬉しい。みんなとなんか久しぶりに話せて、なんか随分ほんとご無沙汰な気がする。ごめんね、本当に時間が空いて。私世界で一番時間配分が下手くそな女なので、そうだからね、時間配分がねミスっちゃってたんですよ。はい、すいません。そうだ、ちょ、今月の予定を見ようと思ったんだ。そうだって、もう一番早い人はもうだって明後日会えますからね、観覧で渋バラの。はい、でまあ、21、22はありまして、で28日はお話し会がありますということで、もういっぱい会えちゃいますね。これはもうもはやもう同棲してるレベル違う、さすがにそれはちょっと行き過ぎたそれは違う、違う、違わない、そんな言うほど、言うほどか。21日待ってます、ありがとうございます。てなわけでそろそろ終わろうかな。ちょっとこれをじゃあほどくわ、これをほどいたら終わるわ。前座ありがとうございます。前座ね、でも私も前座、あ、ちょっと前座ででも喋ったことを言ってしまうと、前座じゃないよ、後説で喋ったことを言ってしまうと、うん、ゴリゴリのネタバレになってしまいますからね。うわ、取れねえ。おお、痛いよ。と説はね、そうなんですよ。ゴリゴリに、いや、22時超えた配信はね、初めてじゃないんですよ、それが。一回、壁を越える配信をしたことはあります。いって!NO! 痛いよ。でもあの壁の越える配信以降は初めてかもしれないです。あ、徐々に徐々に、え、なんか見て、三つ編みのさ一束だけ取れた。あー痛い、痛い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 。え、ちょっと待って、めちゃくちゃ痛いんだけど。え、ちょっと待って、あー痛い。あ、一本抜けたわ髪の毛。先着1名様にプレゼント。はい、ちょっとここだけ、あ、いい匂いがする。メイクさんの
なんかスタイリング剤の匂いがいい匂い。え、めちゃくちゃいい匂い、本当に匂わせてあげたい。どうぞ。え、本当にいい匂いする。3万でどうですか。オークションじゃん、もはや。先着1名様。え、でも本当に、あの、嘘じゃないの、めちゃくちゃいい匂いする。ずっと匂ってたいレベルで匂いたい。これ何の匂いだろう。え、めっちゃいい匂い。この匂い好き。なんかね、例えるわ、6つ。ね、ちょっと待って、むずっ。この匂いは電車で出会う、足が長くて、多分ね、ロングスカートだと思う。ロングスカートでヒールで、上は何だろう、多分ノースリーブのニットとか着てる気がするの。ちょっと金髪ではないな、でもちょっと髪の毛はあんまり暗くない、ハーフアップのお姉さんみたいな匂いがします。これ分かるかな。あ、これ本当にそんな匂いがする。ちょっと派手めね、派手めな髪型のハーフアップかな、いや巻き髪かな、そういう匂いがします。めちゃくちゃいい匂いする。え、これ、あ、メンバーで、メンバーで例える。え、メンバーにこの匂いいないな、メンバーにこの匂いはいない気がします。でも分かんない、誰の匂いか。でもなんか、とりあえずいい匂いっていうことが伝わればいいなって思います。でも私的いい匂いな人は、今日いい匂いだなって思ったのはレイちゃん、レイちゃんと、あ、ゆゆいさんの香水の匂いもすごい好きです。あ、ひだやさんもいい匂いですね。みんないい匂いですよ。臭い人なんていないです、もちろん。でもね、私は香水の匂いよりもシンプルに洗剤の匂いが好きなので、あの、これはね、ずっと言い続けてるんですけど、ダンスの先生の、うわ、多分ね、バッチ行為に出演されてたかな、もし出演されてなかった時に、私の名前を言っちゃうとやばいのでちょっと言えないんですけど、バッチ行為多分出演してたかな、そのダンスの先生の匂いがもうめちゃくちゃいい匂いで、で、あの、何の香水使ってるんですかって聞いたら、香水じゃなくて洗剤だって言ってて、その洗剤も聞き出したんです。で、私その洗剤をね、なんかその見に行ったんですよ。そしたら、そのお試しで匂えるみたいなのがあって、もうそれともう本当に同じ匂いがしたんですよ、その先生の匂い。もうめちゃくちゃいい匂いだけど、さすがにその洗剤買ったらもうキモすぎるわと思ってやめました、さすがにね。で、それに比べたら、ちょっと難しい、ちょっとさすがに順位をつけるのは難しいですけど、でもシンプルに、あの、洗剤の匂いが好きですね。はい、こんな感じです。本当にいい匂い、匂いが好きです。私は前髪が気に食わない、ずっと思ってた、あの、本番前も。いや、キモいでしょ、さすがに洗剤を合わせるって。なんか、いや、例えばですよ、自分に推しがいて推しの洗剤とか合わせるならいいんですけど、それにダンスの先生がいい匂いだからって洗剤を合わせるっていうのは、さすがにちょっとやばくないですか、やばいかなって思っちゃった。みんながいいよって言うなら、みんながいいよって言うなら、あ、コインランドリーいいね。あのさ、乾燥の匂いがいいよね。
なんていうの、ちょっとむずいからやめときます。やばい、待って、急にめっちゃくちゃ眠たくなってきた。あーダメだ、このまま寝てたら私の人生全てが終わるので、きっちりお風呂に入って私はきっちり寝ます。はい、マジでめちゃくちゃ眠たくなってきた。玉ねぎの香りはね、まあいい香りではあるけど、あんまり良くはない気がする良くはない気がする。はい、いや私は湯船浸からないですよ。でも浸かる派とかは多分一度も言ったことないと思う。むしろ湯船なんてなくてもいいって言ってきた、はい、人生です。バスタブいらない、浸からないです私は。私お風呂は15分あれば寝れます。はい、カラスです、カラスタイプです。お風呂はこの世で一番嫌いですね。はい、毎日入るって決めた人許さないです。はい、毎日お風呂入るって決めた人と毎日女の人は今日剃るって決めた人が嫌いです。いやそれがね、前はねもっと早かったんよ。でも髪が伸びてからね。温泉は好きです、温泉は大好きなんです。だからそういう、でもそう温泉は好きなんだけどね、いや本当は嫌いすぎて、お風呂が裸になってからも携帯をいじり続けて一回あるのがね、お風呂入るのめんどくさくて、でももう入ろうって決意を決めて、ちゃんとね脱いでお風呂に入ってシャワーなしで、こうシャワー浴びながらねちょっと携帯をいじってたわけですよ。でもそしたらなんかやっぱめんどくさくなっちゃって、結局そのまま出てまたもう一度服を着て寝たことがあります。ちゃんと次の日入りました。それくらい嫌いです、バカですよね、マジでやばいですよね。結局やめたんですお風呂入るの、入ったのに一回入ってシャワー出してもう暖かくなってきて、それをねちゃんと体に浴びてさあ洗わなきゃ、どの音楽でもかけよっかなって思って探してたら、うわやっぱめんどくせえって思って結構やばいよね、本当にやばい気がする、うん、そんな感じのお風呂嫌いです。はい。別にお風呂の中で寝たことはないけど、それはあるけど、うん、でも本当にお風呂は嫌いです。あ、そう髪の毛濡らしたらね、もう逃げれないよね。髪の毛濡らしたら負けだと思ってる。本当にあれはね濡らしたらもう覚悟決めなきゃいけないよね。もう辛い、お風呂今から入ること考えるだけで辛い。お風呂やだよ。昨日なんてねお風呂入って、ね昨日は今日の立ち位置が不安すぎて立ち位置を喋りながらお風呂入ってました。だからもう一人でずっと何々とかずっと一人でお風呂で喋ってて、あとはね狼とプライドを歌ってました。え、そうだから福留がねお風呂に入ったって言ったらもうバチボコに褒めてやってください。いやプールも海も大好きなんです、でもお風呂が嫌いです、入るのがめんどくさい。いやね洗うのはお風呂に入って後悔したことは確かにないんですけど、でも髪の毛を乾かすのもめんどくさいし、全部めんどくさい。
入ろうとしてて偉い、優しい優しい、優しすぎて気合で頭から言ってください。あ、厳しい。嫌いなのに入ろうとしてて偉い、優しいみんな優しい、優しい。今日もしっかり入ったら、え、ダメだ、入る前から褒めてくれなきゃやだ。うん、まずお風呂っていう存在を忘れてないところから褒めてほしい。もうそこから褒めて、お風呂に入ろうとしてる気持ちがあることも褒めてほしいし、うんと、もう全部褒めてほしい。フロアの存在を気にかけてて偉い、優しい、みんな優しい。うん、本当に優しい。入らなくていいんだよ。確かにそうだよね、毎日そうみったんは偉いね、本当にみったんって偉い、優しい。みんないいことあります。みんな今私のことを褒めてくれた人、フロって言ってて偉いありがとう、優しい。お風呂ネタ話してて偉い優しい、ありがとう。みんな優しいね。今日は入って、昨日も入ったよ、今日も、今日もって言って、今日も優しい。頑張る。家にお風呂があって偉いありがとう本当にみんな生きてて偉い。うん、ありがとう。みんなマジでいいことある。明日、多分ね、明日は駅のホームに着いたと同時に電車が来ます、はい、あとエレベーターとか乗ろうとしたら、もうエレベーターの前に行ったタイミングで多分エレベーター開きます、はい、多分大丈夫です、はい、本当に大丈夫。みんないいことあります。明日もう絶対ある、もう私が断言します。自転車とか家の鍵とか一発でシュキッて入ります。大丈夫、もうみんな本当にいいことあります。私のこと褒めてくれた人はね、はい、もう私のこと褒めなかった人はもう明日カバンから鍵を取り出そうとした瞬間もう引っかかって全然取れないとか、もうそういうことが起きると思うので、はい、頑張ってください、頑張ってくださいね。二人の方を褒めなかった人はそういうことがあると思います。はい、多分駅の方も着いた瞬間電車行きます。もう、はい、そういうこと、ね、みんな、まあ二人のことを褒めなかったからかって思って、まあ明日は、はい、不運な、エレベーター乗ろうとした瞬間、はい、あの多分あのコンビニでチキンとか買ったら切り取り線の上にシールとか貼られてると思います。福田のこと褒めなかった人はね、福田のこと褒めた人はもう線のちゃんと上にねシールが貼ってあると思います。よかったですね本当に福田何を言ってんだろうね、はい、みんなだから二人のことを褒めた人は良かったですね、本当に良かったです、良かったです、はい、もう本当に不運か不運、これはひどい、このダジャレは本当にひどい、これは多分明日とんでもない不幸が起きると思いますね、不幸が起きますよ多分。あの欲しかったものがピンポイントで売り切れとかね、どこ行ってもそういうことが起きる気がします。どんまいみつおちゃんはわがままですよ、付き合ったらめんどくさい女だと思います。でも付き合いますか？絶対めんどくさい気がする、服止めって。本当にね、なんか最近誰かに言われたんだけど、誰だったかな、なんか同じものをなんかハマったらこう何回もめちゃくちゃ食べちゃう人って依存するタイプらしくて、
でも福留めちゃくちゃそういうタイプなんですよ。もう決まったご飯しか食べないし、もう松屋に行ったらブラウンエッグハンバーグ定食しか頼まないしってぐらい、マクドナルドに行ってもエビフィレオセットしか頼まないぐらい、本当にメニューすら見ないぐらい、もうあのピンポイントなんですね、選ぶものが。だから多分めちゃくちゃ依存しちゃうと思う。何でも依存する気がする。でも確かに言われてみれば何でも依存してる気がする。今は名探偵コナンにめちゃくちゃ依存してて、もうずっと寝る前もうなんか暇があればずっとテレビでつけて、寝る時もずっとつけっぱにして寝てますね。あ、ヤクルト1000もずっと飲んでます。気持ち悪いぐらい、もう本当おにぎりとかローソンに行ったらわかめご飯おにぎりしか買わないし、セブンに行ったらエビ天おにぎりエビ天おにぎりか鶏五目、あ、でもそうですね、ローソンも鶏五目かわかめご飯のおにぎりしか買わないし、セブンも鶏五目かエビ天おにぎりしか買わないです。みたん一途で偉いよ、優しい。そう、みぞちゃん一途なんだよね。みんな優しいね、嬉しい。くとみお風呂頑張るね。わかめ好きで偉いだよね。そうだよね、だから髪の毛伸びるの早いんだよ。でも関係ないらしいよわかめって。トリゴムク美味しいよね。くとみもトモリゴムとこもう噛んだからいいわトリゴムク好き。お風呂頑張るからみんな、俺も頑張って入る、頑張ろうね一緒に。はい、みんな優しい、お風呂頑張るの偉い、優しい、ありがとうありがとうございます。噛むのに厳しくて偉いもう泣いちゃうよ私。 ありがとうみんな、本当に優しいね、本当に優しい。多分今からお風呂入る人はもうシャワー出した瞬間お湯、すぐお湯になると思う。今日はよかったねみんな。あとたまにここが頭に空いてたらちょっとシャワーが弱くなったりするの、多分今日はないと思う。うん、急に弱くあれってなる。今日はないと思うみんな、よかった本当に。でも私のことをなんだこいつって今思った人は、明日トイレに入った瞬間トイレットペーパーがなくなると思います。ま、引っ張った瞬間なくなると思います。どまい頭いい、引っ張った瞬間ね、はい、なくなると思います。トイレットペーパー、やばい、トイレットペーパーどこってちょっと焦ってくださいどこだっけ、あれやばい、もしかして誰か呼ばなきゃいけないとか、もしかして拭かないまま出なきゃいけないとか、ちょっと考えながらトイレットペーパー探してください本当に最低だな、くとめって。でもこれちょっと楽しい、地味な不幸シリーズね、あるよね日常でね。めっちゃあるよこの日常で、ちょっと不幸だなって思う瞬間が。でも好きなんですこれ、こういうのが、こういうくったらないことが。だからまあとりあえず褒めなかった人を、ちょっとでも嫌な気持ちにさせた人は、明日引き出しを閉めようと思ったら奥になんかが詰まっちゃって、上からね、上の引き出しから落ちてきたものとか、ちょっと服が引っかかっちゃって引き出しが閉まらないと思います。どまい上ってなるやつ、はい、それね、それなると思うんで気をつけてください。もちろん褒めた人もスポンって閉まると思います。よかったですよかったです、はい、よかったですってなわけで、はい、ランキングを読みたいと思います。どんだけ嫌なこと思いつくね。いやね、その些細な不幸を感じながら生きてるから意外と思い浮かぶよねこういうの、はい、ってなわけでもう一個思いついたからよね。ティッシュ取ろうと思ったらちぎれちゃって取らないといけなくなるやつ、あとサランラップ出そうと思ったらくっついちゃってこう丁寧に剥がさないといけなくなると思います。どまいどまいどまいマジであれあれだよね、サランラップ特に嫌い。太め
引っかかってこの取れなくなって、こう丁寧にさ取ろうと思ったら避けていくやつみたいな、はい、どんまいです。みんなでも褒めた人はもう大丈夫だからね、褒めた人はもう明日はいいことしかないので、はい、だから大丈夫、すんなり靴も履けると思うしエレベーターも来るし大丈夫。みんなコンビニのレジも空いてると、あセロテープもあるある、本当にあるあるだよね。てなそうだね、早くお風呂に入りますてなわけでランキング読みます。ランキングランキング、そうミッターのね信じるものは救われる。福留のお話し会に来たらね腰痛とか治るらしいよ、噂だからね。福留には責任取れないですけど。てなわけで13位ビアさんありがとうございます。10人藤友あって友達いっぱい補給できた、それは良かった、今日行ったね見つけたよありがとうございます。11位かなさんありがとうございます。かなちゃん見つけたわ今日コンビニね、コンビニコンビニねコンビニめちゃくちゃパパと電話してたわ、恥ずかしい。10位香港の春馬と舞台お疲れ様でした、友達さんありがとうございます。9位ごめん先生さんありがとうございます。8位かーくんあと友達さんありがとうございます、来てくれてたね舞台ありがとう、みんなありがとう本当に。あそういえばね、ほんとさランキング読みながらさよくないよね、こう話をさ広げてしまう話を広げてしまうのがよくないんですけど、なんかあの自分のファンの人のあのあれですね、交流って嬉しいですねって思いましたっていうことを急にお伝えしておきます。7位マッサン山田の奈美神吉友達さんありがとうございます。6位ワンタンメンさんありがとうございます。5位ウーホーホーホーさんありがとうございます。4位ヒデリングアットミッタの笑顔見れて最高でしたさんありがとうございます、嬉しいありがとうね。あ危ない個人情報言うところだったみんな遠征とかしてくれた人もいるよねきっと、ありがとう。今帰り道とかの人もいるのかな、長旅気をつけてね、あのエコノミー症候群とかそれしか知らないけど。3位かずみやった群馬にゃさんありがとうございます。2位トッピやったためだちさんありがとうございます。1位岸健やったしんべえ友達あと舞台お疲れ様、渋バラ楽しみです、ありがとうございます。タワーもありがとうございます、遊びに来てね渋バラありがとうございます。てなわけでなんかランキングをやってると感想がいっぱい言っちゃった、なんか久しぶりだからさあのなんか何を喋ってよくて何を喋ったらいけないのか分かんなくなっちゃった。いやねファンの人のね本当に覚える、あの本名とか覚えてる人いるし、本名とか住んでるとことか最寄り駅とかなんか最寄り駅とかお話し会とかでお話ししたりとか、なんかそういうの、いや最寄り駅を自分の最寄り駅は言ってないですよ、あのお相手の方のね、そういうのを聞いたりすると、いや福留のバカな頭はそういうとこだけ覚えちゃうんですよ、大事なことを覚えてないのに大事な本当覚えなきゃいけない立ち位置とか全然頭に入らないね、そういうのだけスポンって覚えちゃうんですよ、はい、なのでみんなあの最寄り駅教えてください、次のお話し会で、はいお待ちしてます、みんなの最寄り駅、はい教えてください、知ってる駅だといいなはい、てなわけで皆さん急にショールームでしたが、結構意外と長くやったね、10時過ぎとかやってたのに全然過ぎてた、もう11時前じゃん。お付き合いいただきありがとうございました、この遅くまで、あとあのキスバイエイトもねありがとうございました。てなわけでおやすみ、あ違うお休みじゃない、お風呂頑張る、お風呂頑張ります、あぶねー寝るところだったあぶない、あぶない、待ってまたねー、待って待って、ちょっと押せないんだけど、え、あ押せた、またね、待って本当に押せない、めちゃくちゃカクカクしてる、お、ほっ